共通テストです。なんかちょっと準備をしないといけないんですけど、あれを、ね、これ多分ダメなんよね、この服英語じゃっけね。明日頑張りましょう。赤い服を着ていこうと思うんですよ。やっぱ勝負服ですからね。勝負服、赤い服着ないといけんけんね。着ないといけんわけじゃないんだけどね。寒いですかね、明日。引き揚げをせんようにするのと、そうよね、みんながね、送り出して。こんばんは。頑張ってくるね。試験前日にこんな配信、めったにないですね。ああ。ふう。これが試験表のいろいろのノートで、消しゴムは2個持っていった方がいいって言われたんですよね。2個もいる？まあ、一応ね、念には念を入れないとね。全力を発揮します。何が起こるか分からんわ、ほんまに。ボールペン一応入れとこ。シャーペンはいらん。シャーペンいらないよね。シャーペンいらないですよね。鉛筆使います。鉛筆使おう。鉛筆を使いますよ。カイココアって名前入りの鉛筆でいいんかね。名前はいいんですかね。別にいいよね、名前は。マークミスしないようにしますね。消しゴムいっぱいあるわ。あるやつ全部持っていこう。でもお気に入りじゃないな。お気に入りのやつ持っていきますね。みんな緊張してきたね。いやダメ、平常心。なんかさ、この緊張をさ、すごい緊張するって言うけど、なんか多分緊張するって言ってるうちは大丈夫な性格なんですよ、私きっと。本命は来月。そう、本命は来月。気楽に。そうですね。みんなが代わりに緊張しててください。それよろしく。みんな緊張する係。ゆかりボタンしよう。なんか前日って本当に何したいんだろうと思って、なんか、でも変わらず、STU のオーディションより緊張しない、緊張しないですね。なんか STU のオーディションは、なんか。なんか緊張しなかったです。大丈夫、ラッキーガールやから好きなところが出るわ。今日それしか言ってない。もうなんかなんかね、朝起きた時から、ああとうとう明日試験か、ああもう今日寝たら次目覚ました頃にはもう試験の日になってるのか、着替えて朝の準備をして、もう試験に向けて何もすることできないのか、まあできることあるけど、まあ念入りに
こう準備することできないのかって思ってたらさ、なんかだんだん不安になってくるじゃん。なのでまあついてるし好きなところが出るわってずっとね思ってました。いやーこれでね、今年おみくじ引いたんですよ。引いたんよおみくじ。そしたらね、勉強はね、あ、大吉だったんですよ。そう。でね、そうなんじゃけどさ、そのさ、いや、こういうのあまり言わん方がいいんかな。なくなったんよ。言ったー。え？マジでどこ行ったんじゃろ。謎い。え、絶対できるよ。だって、あの、今年の運勢にね、書いてあったんよ。あの、勉学、安心して、なんだっけ、あの、何々なしって、なんか、不安なしじゃないけど、なんだっけ、あの、安心して勉学せよ。曇りなし、なんかそういう系のなんか書いてあったんですよ。なんかいいこと書いてあったんですよ。だから、そう。でもね、そう、安心なんだよ。じゃから。いや、だから安心ときてるんですけど。そう、全然安心して勉学せよだったね。ポテンシャルすごい。いや、大丈夫。私、あの、ついとるけ。うん、多分、あの、ほんまに好きなところしか出んけね。大丈夫。どこ行ったんじゃろ。ま、今それを見て不安になるよりね。お母ちゃんは一人じゃないですか？嬉しい。なんかみんながね、オッケー大丈夫。え、好きな範囲は、え、最近すごいボンって増えたんですよ。好きな範囲が、まあ、世界史なんですけど、世界史、え、好きな範囲はまず産業革命と、そのフランス革命とか、フランス革命は好きじゃないんですけど、産業革命のところが一番好きで、てか何でも、まあ、結構自信があって、アメリカ独立革命も好きなんですけど、最近は、まあ、ヨーロッパの歴史と中国史の歴史が、まあ、それに付随していろんな世界のなんかこう動きが理解できてたら、まあ、世界史って、まあ、大まかな大軸といえばそうじゃないですか。きっとヨーロッパと中国史どちらかといえば、うん、中国史がすごい苦手で、なんかだからもうヨーロッパ頑張ろうと思ったら、ちょっとヨーロッパに飽きてきた時に、まあ、中国史をしたら中国史がすごい楽しくて、そうなんですよ。頑張りました。蒸気機関ですよ。蒸気機関発明したのは2個目、それを改良したのが終わった。なんか産業革命とか出てくれたら嬉しいのにな。あ、平常心で受けたらいい点取れましたか。なるほど。でも平常心で、中国史苦手だったんですよね。まあ、でも中国史も楽しくなったのですごい。だからそう、あのみんな願っとってね、産業革命出ますように。あとね、アフリカ分割も、アフリカ分割も得意ですね。そこら辺のヨーロッパの大きな動きも結構理解してるつもりです。三 C 政策、三 B 政策、あの、イギリスとドイツ、プロイセン。ドイツ、あの、その、政策の動きもなんかそこら辺も理解してる。
近代史はね、近現代はね全然ね、あのまだ全然あの難しいので分からないところが多いので、うん、そこは出ないようにって願っててください。近現代は出ないでって、できるだけ、別に出ても大丈夫なんですけど、多分っていうか大丈夫、そういう大丈夫、気圧ですって広く浅くいろんなところが量がすごい、うん、どうなんだ、出たりするテーマ誌とかも出たりするからどうなんですかね、なかなかドキドキしてますね。皆さんはこんな試験のなんかありました？こういう感じ、明日試験なんですよ。次第はなんか次第の本番はまた来月になるんですけど、共通テストでそうありますね。自宅から会場に、え、じゃないんですか？分からないから、ま、運がいいんで多分好きなところが出ますと思ってる。英語も知ってる単語のとか知ってるテーマとかやったことあるテーマ、あ、でも共通テストで同じようなテーマ出ることないか。まあなんか討論、人と人の討論とか会話文とかがよく出てくるイメージなので、まあ対策してたわけじゃないんですけど、共通テストなんかそのイメージがあってもともとの、なんか今日さ普通に視線したらなんか顔が切れちゃう。私失敗しないのでって言って、私失敗しないのでドヤーって顔してる。三四郎くんは運を引き寄せる、いや、そう持ってる、うん、大丈夫。もしダメやとしても、もしめっちゃ苦手なところが出て、あの全然こう及ばんかったとしても、その次第の試験本番までの対策と思って頑張るわ。まあ皆さんは応援しててくださいね。大丈夫、今まで模試であれだけ泣いてきてるけど多分大丈夫。涙の肩き強くなでるよ、アスファルトに咲く花のように、ポジティブシンキング、はい、今日は早く寝ます。じゃあ、あ、明日めっちゃ寒いらしいんだ。しっかり暖かくしていかんといけんな。やっぱ赤い服がいいですよね。赤い服着ていくわ。よし、じゃあここら辺で配信を終了します。さっき母さんがくれたあのなんかちょっとわかんないんですけど何が入ってるのか、これちょっとこれでもなんか持っていこうかなと思って。
いやもう一個もらいなよとか思うかもしれないし、いやこれお守り、ちょっとすごい嬉しかったからお守り。はい、ではランキングを見ます。13位、ヘドウィッグさん腕立て12位、コウモさん。11位、マヤ太郎さん。10位、くるみつきなこさん。9位、デブニャンさん。8位、ネコクワさん。7位、ヘイさん。6位、ヒサさん。5位、オールグーリンさん。4位、ノッシーさん。3位、スエンさん。2位、ハイケイさん。1位はアリくんさんです。ありがとうございます。はい、試験前日の回、ここはでした。これなんか受験生記録じゃないですけど、はい、前日の受験生回、ここはの受験生像はもっとなんか焦ってヒーヒーハーハー言ってる感じだったんですけど、はい、いざ前日になってみればこんな感じでした。はい、覚えていってください皆さん。じゃあ行ってきます、頑張ります。明日は共通テスト、頑張りましょう、頑張っていきましょう。